いやー、ムカつくね。もう一回。デート誘いするのはダメだったりするのかな。まあ、はい、風間亮太です。あー、これは留守電です。しゃ、まあ来週日中じゃね。羽ばたき城とかいいんじゃね。岡本です。9月2日羽ばたき城に行きませんか。ちがいえな。メッセージ聞いた。返事は OK。 いやっしゃいしゃい、期待してます。期待してます。じゃあだ、あ、服変えなきゃ、服変えなきゃ。きっとだってもうこれしかないもんね。早く着いちゃった。りょうとくんも来てる。あれ、早いな。なんかそんなカーディガン着てたっけ。カズマくん、家出る時間ミスったんだ。かわいいな。でも結果オーライだったな。ちょっと得した気分。どうした。俺寒いとか言われないかな。えい、なんだよ。シェイシェイ、うん、お前はそういう色が似合う。シャー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 、俺が言うんだから間違いない。ひろたくんって白が好きなんだ。お前とカット、その色よく見るよな。おお、白なんじゃねえの。違うか。うん、流行ってるの。流行りには乗っかる。お前らしくていいじゃん。シェイ、やったミューコンチェックしてるんだ。今チェックしてないんだけどね。俺にとってはさ、お墓参りみたいなもん。言ってはったな。ご先祖様にご挨拶ね。さ、どういう順路で見るか。とりあえず天守閣しよう。階段急だから気をつけろよ。優しいね。好きしよう。どうした。ちょっとサツサツするわ。ん、どう、ハグか。あ、いやだ、うぃ、早い、うお。何百年も前の景色ってどんなだったんだろうな。むずし、これじゃね。そうかもな。きっとここからも町の人たちの生活が見えたのかもしれないな。バッチリコンチュー。あ、スキンシップ忘れちゃった。今日は笑ってばかりだな。ラブ、嬉しいですよ。どうした。まああんまりね、あれすんのもあれだから見つめるか。そんな目されても困る。ギャーじゃあな、まっすぐ帰るよ。怒られた。ねえ、なんで、なんで、なんて愚かなんだ私は。なんて愚かなんだ。あー、もったいねえ。ちょ、怖い怖い怖い。クラブ行ってもな。いや、吹奏楽部リベンジしようぜ。よろしくお願いします。吹奏楽部入るぞ。毎月第3日曜日は全体練習です。言ってて、クラブには必ず参加してください。めちゃくちゃ言ってて、はい、素晴らしい演奏ができるよう一緒に頑張りましょう。わかりました。第3日曜日、もう次じゃない。吹奏楽部顧問の氷室だ。お疲れっす。新入部員は先輩から基礎を学ぶ。そこから始めなさい。はいはい。君は確か三影先生のクラスの生徒だったな。はい。音楽は好きか。めちゃ好き。よろしい、真剣に取り組みなさい。しゃあ。音楽の楽しさはそこから生まれる。はい。それから諸君、これだけは覚えておくように、我が吹奏楽部に怠け者は不要だ。怖い。全体練習をサボる者、学業と両立できない者は即刻退部してもらう、はい、以上だ。学業とも言ってたな今。
先生が来まんけ。休まないように気をつけなきゃ。よし。はーい。電話ありがとう、マリー。マリー？カルだよ。ふふ、ちょっとサバーになってきた。え、評価聞こうぜ、もう。よし。私に対する周りの人の評価聞きたいんだけど。マリーの評価だね。んとね、どんなノートやねん。こんな感じだよ。はいはいはい。ええ全然違わない。真顔や。全然ダメじゃん。はい、これで誕生日を抑えました。大変だこれ。頑張っ。ありがとう、ヒカルさん。またね。こりゃ大変だわ。急いで帰ろう。調査完了。あら、あらららら、あれこんな早かった？あれ？ノア。おっす。だ、ごめんごめん。びっくりさせたよね。大丈夫？全然大丈夫です。はい。あ。俺は本田行く。本田君。君は？総一学園です。ピース。元気いっぱい。もしもし。ガズマン。こっちにしとこ。めっちゃ誘うやん。6月13日に遊園地行かない？了解。イエーイ！なんで来てくれんだよ。じゃあ13日バス停で待ってるね。楽しみだな。やったやったそれまで、バイトしたいな。来た佐伯さんや。よし頑張ろう。はいはい、参加しないとかするやろ。二人三脚とかってさ、もうちょっと後にやっときたくない？たまいでやろうぜ。私のし、こんな限界！あ、君も一緒？せやね。よろしくね。よろしく。ちょっと前回散々だったからな。L スティックボタンで押してるところに行き、まるで拾います。弾を持った状態で L スティックで狙いながら、まる、OK。 あ、なんか、よーい、始め、次こそ、よいしょ、せーの、せーの、せーの、はい、せーの、だからやっぱり無理や、入ってた、せーの、せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、やばい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 ボール入ってんのが奇跡よ。あれ、いい線いってると思ったんだけど。ごめんなさい。ごめんね。はあ、はあ、最悪や。デート来たる。これでいいんじゃない？この2着で。遅くなっちゃった。リオト君は起きてる。ああ、服変わってるわ。ごめんね。待った？ええ、待ちます。許してくれないタイプの方だ。ごめんね。あ、顔赤くなってるよ。お前さ、それわざとやってる？何？え？なわけないか。え？なんでもない。何次から気をつけるように。え、可愛かったってこと？へえ、いいじゃん。よっしゃ、気づいてないぜ。その格好、お前らしいっていうか、すごく似合ってる。イエーイ。で、どこ行く？
どうしようかな。観覧車やばいよな。早いよな。ジェットコースター、多分。そう来たか。どっち？いいよ。いや、どっち？ちょっとスキンシップ怖いわ。来たからには外せないのはわかる。え？スカート押さえとけ。じゃないと絶対見える。ここなら他のやつには見られないか。おお、なんか言ってるやん。そういういい感じのこと。まずは楽しそうじゃねえ。どう？お前いい顔してたな。ああ楽しそうだ。可愛い子ブロッカー。そうか。結構楽しそうに見えたけどな。どっち？まあまあかい。なんだよ。さすさすしてみます。どうした？よし。よし、どうしたって何？はずいはずい。今日はサンキュー。よかった。じゃあな。まっすぐ帰るよ。はい。ね、顔怖い。岡本。かさまじゃね？消えたけー、どうしたん？お前、今帰り？はい。なら、一緒に行こうぜ。誘われたー、嬉しいよー。やっぱ嬉しいですね、これはね。な、聞いていいか？え、どうしたの？お前、俺がいなくなってから、あの鐘の音、聞いたか？それって、昔、りょうたくんと聞いた教会の鐘の音のことだよね。うん、不思議だけど、あれ以来は全然。そうか。俺はイギリスにいたから聞こえっこないけど、お前も一度も聞いてないってなると。と？よし、試してみるか。え、なになに？え、待って、りょうたくん待ってよ。俺たち、なんだこれ。帰り道のこの条件が揃えばいいんじゃないか。なんじゃこりゃ。おい、全然違うゲームやってっぞ私。おい、ほら、耳すませてみろよ。リョーテくん、よし、集中してる。よし、やってしまう。眉間、シワ寄ってんぞ。おーい、聞こえなかったね。願い事の上書きはできないってことだな。これで不確定要素はなし。おいーす。いや、まだ油断できないな。またいつお前が水たまりに突っ込むかわからない。はいはいはい、よくわかんないですけども、まあ大丈夫だよ。ブスか、またおんぶされたら恥ずかしいもん。俺は抱っこでもおんぶでも、なんなら肩車でも OK だけど。抱っこでよろす。ケネメくんの前では足元に気をつけよとか言いつつ、と言いつつ来た。シモン、カズマがいるはずや、カズマがいるはずやで。それじゃあ毎週火曜日と木曜日に来てもらえる？科目な、早いねんな、これ採用早いねんな。こんな世界最高やろな。次回からよろしくお願いね。よろしくお願いします。今日からアルバイトさせていただきます、岡本です。よろしくお願いします。あなたのシフトは毎週火曜日と木曜日だったわよね。よろしくね。よろしくお願いします。はい、わかりました。よーし、頑張ろうっと。お前、どうしたんだ？狙ってきたです。はぁ、りょうたくん、今日からアルバイトさせてもらいます。よろしくね。新しく入るバイトってお前だったのか。怖くないの？いい選択だ。ここやりがいあるよ。本当本当。よろしくな。よかった。こいつついてきた。ならなかった。
嬉しいだろ。よし頑張るぞ。風間とバイトしよう。めっちゃ失敗してたね。期末テスト、え、どうなの。そういえば結構勉強してたつもりですけど。お、だ、え、だいぶいいぞ。え、やっぱ本題勝ち。約束だけ作ろう。もしもし。すいません、いつも。なんかあったか。風間一択すぎるやろ。え、同じとこ行くのある？それありやろ。だって何回もやるとしたらね、足りませんよ。了解。よっしゃ。羽ばたけ。楽しみだな。はい、ありがとうございます。なんだ。へえ、午後の授業は眠くなっちゃうな。テンステンステン。うわ、岡本、さっきの授業眠そうだったな。えぐいっす。へえ、りょうとくん見てたの？ガクってなってた。3回もみんなし数えてたの？実は俺も眠くてさ、眠気覚ましにお前見てた。なるほどね。お前の真剣な顔見たら気合い入るかなって思ったらさ、眠そうな顔してた。うるせえ。でもおかしくて目は覚めたよ。だいぶ仲いいな。次スイマが来たらまたよろしく。こちらこそ。こちらこそってなんや。いいぞ、来た来たんじゃね。白に白どうです。遅くない？だっていつも遅くなんねん。ごめんね、また、ええ、ほら待ちました。ほら、もう見たことか。あ、照れてる。お前さ、それわざとやってる？なんでそうなるの？なわけないか。なんでないでしょ。なんでもない。次から気をつけるように。はい。へえ、いいじゃん。だって風間に合わせてここで組んでるからね。その格好お前らしいっていうか、すごく似合ってる。ピース。自分のことを分かってる証拠だな。ピース。りょうたくんに褒められちゃった。どこ行きたいんだ？おいっす。了解。じゃあ行くぞ。しゃ。うん？いや、まだ早いよな。さっさっさ。何暴れてんだよ。暴れてねえよ。な、これはどうだ。どう？お前にぴったりじゃん。心配はしねえぞ。行ってみる。だよな。でもこれ着たお前も見てみたいけどな。まず服見してくれんと反応できんわ。しゃあ、わちの衣装やっけ。あ、スキンシップくそ。今日は笑ってばかりだな。俺、しゃあ、じゃあな、まっすぐ帰るよ。なんで急に顔。あ、スキンシップ忘れるのなんか知んないけど、もっと会話続くって思っちゃうんだよな。最後。もしもし。あ、早っ。はい、リュウト君、ちょっといいですか。なんかあったか。なんかあったかに変わってた。いつもこれか。悪い。うわぁ、この日は予定あるんだよ。やってもた。ああ、やばいやばいやばい、やってまた。あ、もう一回説明しよう。よかった、次の日も休日で。もしもし。あ、怖。まあ、服は買えなくなっちゃったけど。なんかあったか。了解。よっしゃー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 。楽しみだな。行きましょう。なんなんだ。風間くんのお手伝いお願いできる？任せろっち。裏で棚卸しやってるから。任せろっち。行ってきます。りょうたくん、お手伝いに来たよ。サンキュー。じゃあちょっとそっち持ってくれ。待って待って待って、暗いから足元気をつけろよ。なんか始まってるぞこれ。任せて。なんか超楽しいんですけど。いや、これ風間。おい、マジかよ。俺こんな面白いゲームやってるかよ。あー、違う。新商品入ってる。本当だ。
コンを。やばいやばい。せっかく時間止まってたのにな。じゃあと3秒だけ。やばい。やべえ。1-0。おいおい待て、これはおもろすぎやろ。マジか。おいマジでおもろすぎるやろ。熱い汗かいてたわ。俺たち仕事中に何やってんだ。お前それイチャイチャしやがって。えっとったね、嬉しい。あら、後ろめたいことはないな。また棚卸しお願いします。お願いします。あっかんおもろい。いらっしゃいませ。お待たせしました、プロ。はあ、なんかすごくドキドキしちゃったな。好きやん、好きやん、好きやん。なんとかならん。はいはい、あ、いいんじゃない。よし、遅刻してくれた側や、オッケー。は、みおとくん、あら、使ったか。出たよ、黒い服着てる。なんかフィッシュ、フライフィッシングだ。ああ、こんなサングラス入れてる。なんか恥ずいっすけど。もう少しで先に来てたふりできそうだったのにな。かわいいな、お前は。こっちつやきだから。どうした、目で訴えるね。いいじゃん。やりすぎ注意。その格好、やりすぎ注意。お前らしいっていうか、すごく似合ってる。ありがとう。やべえな、やべえな。ポップコーン食うだろ。食べる。買ってくるよ。ありがとう。かっこいいな。彼氏やろ。彼氏やん。大丈夫。やめてくれや。恥ずかしいわ。まあ、子供じゃないんだから。ちょっと、どうした、取り返す。ここは大丈夫やろ。甘えてんのか。そうでーす。なやこれ、外れてるよこれ。外れ。そっか、ダメだったか。いいんじゃね、こういうのって好き嫌い分かれるから。やっちゃった。あ、いい感じだった。どうした。分かるって言ってしかった。じろじろ見んなよ。なんか今日懐かしかった。おお、インタスケシップすんね。つんぐらいならいい。そんなのされても困る。くそー。じゃあな、まっすぐ帰るよ。なんかマジでむずいな。マジでむずいな。どうしよう、マジでむずい。やべえ。いやでもマジフルパワーで頑張るもんね。マジマジで頑張るから。いらっしゃいませ。アクセサリーとか全然持ってないな。あ、わかんない、ちょっとしかたまって大丈夫。これか、いいな。で、スタンプカード。なんか来たぞ。さてと、そろそろ帰ろっかな。ホンダ、店の中で騒ぐなよ。え、風間とホンダ？ほら、見てよ。いいでしょ？二人でコンビみたいでさ。え、なになに？あれ？この声は。本田くんとりょうたくん。おお、お前羽ばたきボックスでバイトしてるの。岡本ちゃん、こんにちは。ちゃん、かちゃーす。へへ、二人とも色違いのエプロンだね。笑ったな。え、うんうん、面白いでしょ、エプロンズ。エプロンズ、はい、どうもエプロンズです。お願いします。エプロンズ？できる。お前らさ、店の前で笑ってんだよ。なんで。あ、ごめんなさい、今日バイトなんだね。うん、急遽頼まれてシフト入ったんだ。なるほど。俺はリョウ君を見かけてさ。リョウ君じゃねえの。俺のバイト制服と同じだったから嬉しくなっちゃって。うんうん。それで本田、わざわざバイトのエプロン取りに帰ったんだぜ。マジで。アホやん。勉強できる時のアホなタイプってか。だから面白くねえよ。そうそう、写真に撮って君に見せようと思ったんだけど、その必要なくなっちゃったね。なんだ、うちらが仲いいこと知ってんの。だから嫌だって言ってんだろ。ありがとう、ホンダくん。バッチリエプロンズ見られてから写真大丈夫だよ。うんうん、
生で見た方がいいでしょう。あーおもろ。あの風間くん、すみません。ちょ、風間にちょっかい出せないでくれ。はい、すぐ行きます。仕事中だから。ま、おかげで気分転換になったよ。よかったよ。じゃな、じゃな、てんちゃんね。じゃあ俺はもうちょっと店内見させてもらおう。またね。おもろ。なんか友達との会話なんか初めて見た気がする。それぞれ。本田くん、またあと格好のお店に入っていっちゃった。いやおもろ。じゃあ、そうだ、今日は絵の具が切れちゃったんだ。帰りに買っていこうと。絵の具切れた。絵の具めちゃくちゃいい、頑張ってるやん。誰が来るかな。画材屋さんは確か。え、あ、誰誰、なになに、あ、あれ、え、あら、え、こんな出会い方あんの。すみません、大丈夫ですか。あら、え、一年目だよな、これ。はい、あれ、綺麗なお花、つぶれなくてよかった。ええ、無事ですよ。ああ、前を見てなくて本当にごめんなさい。それを言うなら、こんなお荷物で突っ立ってる僕が悪い。やっぱこの人好きやわ、ええ人やわ。いえ、私の方こそ。優しくて、強情な人だ。好きやわ。僕は柊木屋之助と申します。屋之助、両手が塞がったままでの挨拶、お許しください。この人が一番いいじゃん。うん、私は岡本凛で、僕も幅学に通ってます。え、なんでわかるの。ええ、素敵な偶然ですね。制服着てたって、着てたか。道を教えていただけますか。あら、着きました。ここがイベントホールで。ああ、いた、座長。座長、座長、失礼、すぐ戻ります。え、ひいらぎくん、今座長って呼ばれてた。なるほどね。失礼しました。おかげさまでなんとかリハーサルに間に合います。リハーサル。ええ、ここで舞台をさせてもらっています。なるほど、こんなちょっと買い出しのつもりが帰り道を見失いました。出会い方も変わんの。あなたに会えてよかった。あ、そう、いえ、すぐ近くだったので。座長、時間ですよ。よろしければいつでも感激にいらしてください。では。マジか、ひらりくんか。羽ばたく学園生って言ってたけど、高校生が座長さんなんてすごいな。あ、ポスターがある。え、主演ひらりやすかって、やべえ、すげえじゃん。は、そういえばもうすぐりょうたくんに来て。え、当たり前やん、すぐに決まってるやろ。たく、いつ決まってんだろ。うわ、エイチリッチか。いや、泳ぎは無理って言ってたから、もうこれじゃね。やだけ、なんだよ、騒がしいやつだな。何言って、今日はりょうたくんの誕生日でしょ。おめでとう。へえ、覚えてたのか。やればできるじゃん。9年前から覚えてます、キョリス。もめてみせ。どう、さすが幼馴染、俺のことわかってるな。おいす、おいす、おいす。当たり前だろ。もし気に入らないなんて言ったら、そいつは偽物。おいす。じゃあこのリアタ君は本物だね。まあ、大事にするよ。プレゼントもお前も。なんかすごく喜んでもらえたみたい。よかった。おいす。あ、こっちでもいいのか。ボーリング場、ボーリングとか私行ったことなくない。ミカリ先生となんか誘われ。了解。やったー、あー怖い。楽しみだな。駅前広場、駅前広場。ブラック、ブラックの服なんか持ってたね。やっちゃった。
ね。あの人キュート好きやろ。なんでいつも遅くなんの。まあ、いい加減にせよ。ええ、待ちました。まだ待ちましたやん。もう毎回遅刻されてるで。怒れ怒れ。へえ。よし。いいじゃん。よし。その格好、お前らしいっていうか、すごく似合ってる。ほら、行くぞ。トゥーしていい？どうした？トゥーは大丈夫なはず。何か言いたげだな。はい、好きです。まずはワンゲーム。ハンデなしな。オッケー。なんか気合い入ってんな。でも無茶すんなよ。まあ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 。アスキー失敗さ。なんか今日懐かしかった。どうした？やばちょっと怖いね。トゥーンでちょっと頑張ります。そろそろ帰るか。なんでトゥーンしたよ。じゃあな。まっすぐ帰るよ。あれ？あそこにいるのはあなたくんだよね。おしゃべりして帰ろうかな。来たー。おいっす。来たよ。岡本、どうだ？バイト、そろそろ慣れてきたか？この会話は知らないよぞ。いや、先輩のおかげです。よろしい。おかげだ。でも、りょうたくんがいろいろ教えてくれたから、できることが増えたのは本当だよ。きっとお前ならいいスタッフになれるな。マジ？目指せ、カリスマ店員。こら、調子に乗んな。ま、将来のために修行してもらうのはいいかもな。バカ野郎！もう！好きやん。得て。なんかあった？来週の方がいい？いや、でも服ないもん。まあ、最悪文化祭なんか捨てようぜ。よし。よしよし。全部行くのはちょっとなんか良くないような気がするんだよな。なんか苦手なところが絶対あるやん。滑ってんなんか。悪い。うわー！この日は予定あるんだよ。やらかした！さあ、またな。え、10月、まあ文化祭期間か。捨てようぜ。もしもし。おいっす。なんかあったか？おいっす、おいっす。24年目だから。文化祭準備だからバカかお前って言われたらどうしよう。了解。よっしゃーしゃー楽しみだな。おっせい楽しみだな。やってよ。よし。あら、あ、マリーだ。なんかマジで全然違うね。何してるの？は、ヒカル、お買い物の帰りだよ。ヒカルは？うん、ヒカルは座長待ち。おい、付き合ってんちょ。花椿さん、お待たせしました。おいおい。岡本さん、こんにちは。お疲れです。あなたもいらしたんですか。すいません、ちょっと。マリーとヒカルはいつも一緒なの。ね。いつもは言い過ぎちゃうか。ちょっと女の嫌な部分見えましたね。僕は。デートだよ。え、マジ？それは、どういうことでしょう。マジのデート？マリーは驚きすぎ、矢之助さんはリアクション薄すぎ。あ、薄っ、燃えて。ま、冗談だからさ。なんだ。花椿五郎先生に劇団羽ばたきのチケットをお渡ししたくて、花椿さんにお願いしていたところです。めっちゃいいやん、それ。そうそう、おじさまは劇団羽ばたきの支援もがっつりしてるからね。すごいな。はい、くれぐれもよろしくお伝えください。では、僕はこれで。あー、プレミアチケットだよ。マリーとお姉ちゃんと3人で行ってもいいか、おじさまに聞いてみようかな。行こうぜ。うん、きっとおじさまならプレゼントしてくれるって。え、マジ？楽しみに待っててね。おじさんを犠牲に。おじさんと3人で行こうとしてたんちゃうか。の方はすごい人らやで。ありがとうございました、シモンや。ん？お釣り多いよ。失礼しました。なんか、ミカリ先生みたいな声。ごめん。もらった額よりたくさん返してどうすんだよ。ごめんなさい。え？なんで？そんなことあんの？僕たち吹奏楽部は
今年の文化祭でクラシック曲を演奏することになりました。こんなん知らんかったよね。諸君は日頃の練習の成果を遺憾なく発揮するように。はい。どうした、頼りない挙動は周りを不安にする。厳しい。まだ時間はある。これから2週間をどう過ごすか自身で考え行動しなさい。これ部活一択。そうだね、だから部活した方がいいやつやんな。うわ、デートやん。ごめん、早速遊びに行ってきます。真っ白入ってるし、いいんじゃね。どう言われるかわかんないけど、こんな時もあるやろ。よし、お互い時間守らんな。あ、見つかったか。そのパターンなんやねん。もう少しで先に来てたふりできそうだったのにな。何のやつやな、よう見たら。あ、こら。どうした？こら。何か言いたげだな。ダメだよって。どう？そういうのも お前が着ればありかもな。やっぱあの黒いマークの方は好きじゃなさそうやな。その服、悪くないってこと。悪くないとか言わないでよ。どうし、巻きに。その色よく見るな。黒入れたんですよ。そうなんですよ、分かってます、ね、流行りには乗っかる。お前らしくていいじゃん。チョイス。どういう順路で見るか。前回あれだったんで短縮のが見える。了解。展示内容変わってるかな。展示内容失礼しゅー。どうした、甘えてんのか。あはーやっぱおもろいな。ここにある資料のいくつかはおじいちゃんが寄贈したものなんだ。えぐいな、若様。これもなんかちょっと違うっぽいんだな。そんなわけないし。いや、てかこれぐらい言ってみる。どう？おじいちゃんたちが大事に文化財を守ってきたから、俺たちはこうして歴史を感じられるんだ。やったぜ、バチコンショー。いけた。今日は笑ってばかりだな。俺めちゃくちゃ機嫌良くなってる。どうした、カタトゥン、カタトゥン。ちょっとしばらくは。そろそろ帰るか。あ、よかった。じゃあな、まっすぐ帰るよ。まだまだですね。なるほどなるほど。ふむ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 。